浴衣は丸く大きな白つばきの模様が映える円形の浴衣です。少し透け感のある綿紅梅の生地が涼しさを演出しています。腰から下には一式当てという裏地がついているので安心して着用できます。帯は金色と紫の縞模様の両面半幅帯で、大人好みのスタイリングとなっています。浴衣の柄にも金の縁取りがついていますので、浴衣にしては珍しいゴージャスな取り合わせとなっています。帯結びは華やかに紫の花にしてみました。モデルは湯浅美沙さん、そしてペアモデルは正本雅樹さんです。本通りの老舗高橋呉服店です。変わり帯の生地に抽象化された菊の文様を、浴衣の伝統的な染め方である中線で染め上げた古典柄の浴衣です。色のぼかし具合が浴衣らしい風情を漂わせています。帯は花の色に合わせたオレンジと薄ピンクの両面帯となっています。すっきりとして上品なコーディネートとなっています。帯結びは平和を願って折り鶴にしてみました。モデルは村本愛理さん、そしてペアモデルはセミュエル・アダム・ベイロンさんです。本通り商店街にある宮部本通り店です。浴衣は紺地で青のよろけ縞に朝顔が柄の浴衣です。帯次第でいろいろな着方ができるシックな色味です。帯はリバーシブルの珠洲半幅帯で、どちらもメインで締めていただけますし、結び方でも柄の出方を楽しめます。浴衣に合う青色のトンボ玉のついた浴衣用帯締めを合わせてみました。帯結びは日本使いで黄色いバラを咲かせています。モデルは谷本舞さんです。並木通りにある着物ブラウスです。浴衣は九段商人カープ浴衣2022年モデルです。実際のユニフォームを参考にロゴが配置されたベーシックバージョンです。帯は着物ブラウスオリジナルのへこ帯です。アイアンフェイスの柄で花柄の着物に合わせるとフラワーガーデンができるようにデザインしています。帯飾りや下駄にも凝ってみました。帯結びは頑張れカープということで恋にしました。モデルは川崎かなさんです。金と格の着物若さやです。浴衣は変わり帯の生地に黒で絞りのような柄を型染めした上に、大輪の白百合が黒い影を伴って咲き誇るとても粋な浴衣です。帯は円字の格子柄と花の芯の色と呼応するような金茶色の両面帯です。帯結びは糸車にしました。モデルは増井ゆめ子さんです。創業144年の老舗的場町の壁虎呉服店です。浴衣は凪ブランドで、白地の変わり織の生地に蓮と蝶の模様をあしらった清涼感あふれる浴衣です。帯は綿の染め帯で、さくらんぼをデザイン化した大胆な模様です。裏面は円地のコモンの生地でリバーシブルとなっています。こちらの帯結びは可愛らしいダブルリボンを合わせてみました。モデルは崎本萌えさんです。袋町の専門店岸屋呉服店です。浴衣は源氏物語ブランドの浴衣です。変わり織の生成りの生地に輪郭風の型染めで、紅葉と小花を配した上品な浴衣です。帯はブルー系の色を意識した水色とベージュの両面帯です。コモンの着物を着用したような
シンプルで上品な取り合わせです。帯結びはすっきりと大人っぽくまとめています。モデルは門松さくらさんです。百貨店のそごう広島店です。こちらの浴衣は趣味小町ブランドで、黒地に大きな羽の模様の浴衣です。シンプルですが大胆な柄が人目を引きつけます。帯も趣味小町ブランドで、表は若草色に七宝の柄、裏は円地の無地のリバーシブルの帯です。結び方によっていろいろなアレンジを楽しめます。帯結びはエキゾチックに深海に眠る貝をイメージしています。モデルは三賀由奈さんです。横川の鈴屋です。浴衣は涼やかな変わり織の生地に黒と紫の縦じま、鮮やかな椿の花をアレンジした引き立ちのいい浴衣です。帯は浴衣の花と葉の色に合わせた円地と紫をベースにしました。半幅帯でよく見ると織で猫のシルエットが浮かび出しています。帯結びは猫ちゃんがたくさん見えるようにしてみました。モデルは岡野由依さんです。福屋八丁堀本店から2枚目の浴衣です。浴衣は少し透け感のある夏織物、綿紅梅の生地で、紺地に白のボタンの花をデザイン化した柄です。ボタンは美しい女性の象徴として、女性の幸福、内面の美しさを意味しています。古典調の浴衣柄に現代的なストライプの半幅帯を合わせて、元気あふれる装いとなっています。帯結びは公家結びです。モデルは山城ティナさんです。山中呉服店です。浴衣は白地に風と光を連想させる清浄感のある水色の縦じまに、日本人女性の美しさを形容する際使われる大和なでしこに由来するなでしこを可愛く染め上げています。帯は今年流行色のグリーンと、裏面はシンクの両面帯で、浴衣の柄にあるなでしこの花のシンクと葉の緑に合わせました。大和なでしこの芯の強さと内面の美しさを引き出すコーディネートだと思います。帯結びは綺麗な赤に見せられて金魚にしてみました。モデルは浅井ひとめさんです。カズモトや呉服店です。浴衣はベネトンブランドで、シャリ感のある綿生地に淡い色調で、縦柄ぼかしに小花を散らし、涼感たっぷりで大人の女性の美を演出しています。帯は浴衣のイメージに合わせ、すっきりとピンクの濃淡の両面帯、下駄の花尾も色を合わせ大人の雰囲気です。帯結びは花の女王ボタンを結んでみました。モデルは松前明日香さんです。帯結びは
大阪着物着付け学院の方々にご協力いただきました。ヘアメイクはヘアルームミネオの山田美也子さんです。それでは皆様、浴衣コレクションご覧いただきましてありがとうございました。